はい、カームです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですねメイクなんですけど、お化粧する時間が慌ただしくて動画がなかなか撮れなくて、使ってるお化粧品を紹介したいと思います。はい、最近お化粧品買ってないっていう動画出したんですけど、買いました。はい、アイシャドウです。コメントの中にね、カームさんに似合いそうな色がありますよって、キャンメイクから、キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ25番、今朝ちょっとね使ったんですよ。このような感じなんですが、オレンジ系なのかな、うん、で使ってみました。きっと私イエローベースだからこういった色合うんですよ、オレンジ系、うん、とっても気に入りました。はい、で、最初に何を使っていくのかなって感じだけど、この順番に行きました。最初これ、このね、これをアイホールにつけるんですよ。ちょっとつけてみようかな。お化粧してかなり時間経って、今午後なんですよ。ちょっとね、つけてみますよ。もう化粧取れちゃってるんで、ちょっとつけます。はい。結構光沢があるんですよね。だから疲れた目とか、落ちくぼんだ目とかにいいかもしれない。今疲れてるんで。はい、で私の場合ここのね涙袋にもちょっとつけちゃうんですよ。はい、で次にこのね黄色かな、これをつけてみたんですよ。これはここですね、はい、ここにつけたんです。私単純なので似合いそうな色がありますよとか、新色が出ましたよなんて教えてもらったら見てみたくなるんですよね。でなかなか現物を見に行くことができなかったんですけど、先日旭川に行くことがあったので、化粧品売り場を見てきたんですよ。そしたらあったんです結構売れてますね、うん、で全然知らないうちに化粧品って出てて、あ、これここにもつけちゃってます。でマスカラかな、マスカラのなんかオレンジ色みたいな、すごい可愛い色もあったけど、それはちょっと売り切れててなかったんですよ。残念でした。はい、でこのようにつけてなじませました。で次にこれですね、これこの色をここにね、まあグラデーションというか当たり前のようにつけまして、でここにもちょっとつけまして、だんだん濃くなってきちゃいました。はい、でこういう風になじませました。はい、で最後はこのアイラインが、最後じゃないや、この次にねアイライン代わりにここね、この色をこのチップでつけました。はい、今もうマスカラ、今日は黒のファッションじゃないんだ、セザンヌのマスカラを使ってるんですけど、このように違う、マスカラはメディアだった久しぶりに言ってる、これですよ、黒のウォータープルーフマスカラです。こうそうだな、目が疲れてる時とか、私の場合ですよ、疲れてる時とか、なんか今花粉症もすごいし、結構、ありがたいことにお仕事も忙しくて結構疲れちゃってるんですよね。それで目がね、目に来るじゃないですか、疲れって。どう隠せばいいかなって言っても隠せないんですよね。そうするともう目をはっきりさせるしかないなと思って、で、今回これね、うん、でアイライン代わりにここね、こういう疲れてここがね何重にもなってきたりとかいろいろなるんで使いました。そして最後にですね、このキラキラですね、これをこの目の下のこのここにも乗せちゃってます。私は結構キラキラなりますね。はい、ちょっと重ね塗りなんで、わあいっぱいついちゃってるわみたいになっちゃう。でここの、はい、ハイライトみたいな感じでね、ここの、目頭ですか、はい、目頭につけました。はい、キラキラですはい、それであとはビューラーをしてですね、マスカラ、そう、さっきのマスカラ塗って、で次に、あ、そう、チークなんですけど、チークはこちらですね、キャンメイクのグルーフルルチークスの11番を、まあ私としては薄めですよね。はい、初期の頃の動画をね見てくださっている方なら、お分かりだと思うんですけど結構ピンクにバーバーって乗ってたじゃないですか。
あの頃はそれで良かったんですよ、自分は。でも今はそれはちょっと NG だなっていうのもいろいろ分かってきたし、今そういう気分でもなくなったのでもうね、年齢を重ねるとね、はい、お化粧も変わります。で、今マスクしてもう結構もうガーって喋って仕事して、もうこういうとこのファンデーションっていうか、何でしたっけあれ、そう、コンシーラーコンシーラーが取れちゃってる状態なんですけど、まあ、それは置いといて、でチークね、これね、チーク塗ります。はい、チークをポンポンと乗せて、これはね、ちょっと目の下とかちょっと幅広くとかじゃないけど、こんな感じで塗ってますね、相変わらず。それはただ色がこう薄めに塗るのと、まあ、マスク仕様なんでこういう感じですねに塗ってます。はい、それで私が今このアイシャドウもすごい可愛いなと思ったけど、うん、これはこれでありがとうございますって感じです。はい、いいですで、そう、今リップ、これ結構マットなんですけど、これは GU なんですよね。 GU のマットの、マットの、ちょっとね、今虎の巻これですね。はいですね、マットのカラーは17番でレッドマットですね。レッドマット、はい、でこれはですね、いつだったかな、なんかアンケートに答えて好きな色をもらえるよみたいな感じで、お店でやってたんですけど、その時たまたまいただいたというか、自分も選べたんですけど、マットがいいなと思ったんですよ。でその時はあまり気にしてなかったんですけど、今このつけた感じがすごく気に入っていて、マットなので皮がむけたりとか、私は乾燥肌なんだけど、マット、このマットになんかいい感じがするんですよね。マスクにもつきづらいし、なんせプチプラ590円で、こうやってこういう風につけるじゃないですか。なんか昔風かもしれないけど、なんかね、いろんな感じが、あとこうやってブブブブブってやるじゃないですかティッシュティッシュ、そうするとなんかね、いい感じで私の顔には合ってるというか、好きな色なんです、うん、好きな色発見しちゃいました。で、お店と自宅用に買いましたね。この間 GU 行ったんで買ってきました。はい、これお店に1本置いとけば、化粧直しとか、まあ、必要な時に。リップってやっぱ私は塗っといた方が皮がむけたりとかしないので、ずっと保湿とかそういう意味も込めて、マスクしてても口紅塗ってます。うん、すぐ皮むけるんですよ、ベロベロベローンって、はい、で私の顔にはこのなんかね、この色が合っていたという自分で思うだけなんですけど、ね、はい、で意外とマットが良かったっていう。光沢のあるものとかティントとかは持ってるから、マットって、うん、なんだろう、フーミーとか、フーミーのもマットで持ってるんだけど、この色合いはちょっと持ってないかなと思っていて、うん、疲れた顔にいいんじゃないかなって自分では思ってます。はい、でこうあと一通りもうあれですけど、眉毛今日なんかもう時間ないとすごいせか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 やっちゃうから、全然なんかね、触ってみたら眉毛なんか変じゃないですか、片びっこみたいな。ちょっとここでもう若干直してみましょう。はい、直すと言ってもね、ちょっと分かりづらい。自分でも鏡見てやってるけど、動画で見るとまた違いますね。取れちゃってるのもあるかもしれない、汗かいたりとかするから。ここがね、なくなるのと、自眉が細くてこんなにね、もう太いわけじゃないからね、全くもってね、違うものを描いてるんですね私。今日の眉毛はね、ちょっとね、自分ではね、失敗作なんですよ。なんかこっち下がってて、こっちなんか上げ気味じゃないですか難しいなぁ。かといってね、あんまりやっちゃったら太くなっちゃうし、眉毛で顔のなんか表情変わっちゃうしやだなぁ。あ、ちなみに眉マスカラは気をつけてないんですよね。あんまりやりすぎちゃったらまたゴルゴチックになっちゃうから、これだって、まあ、困り眉毛みたいなの私好きなんですよ。っていうのは、自分がこう
ね、リアルの眉毛ってすっごい細くてキュッキュッとなってるから、そういう顔がね流行ってる時ならよかったんだけど、今なんかそんな感じじゃないし、あんまりこう年齢を重ねてそういう眉毛だったらすごいおっかないおばさんに見えちゃうから、実際おっかないおばさんなんだけど、そこは認めますけど、ね、ただね自分の中ではねそういうなんか顔になりたくないなっていうのがあって、眉毛は結構大眉にすると余計目立っちゃうんですよね。伸ばせば眉毛あんまりメイクしなくていいんですけど、まあ、こんな感じで、今日はお化粧したんですけど、私が おすすめしたいのはこの GU の、これはもちろん好き好きですけど、 GU のリップですね。色は、これですね、はい、カラーは17番のレッドマットですね、はい、レッドマット、はい、そして、今日使ったのが こちらですね、はい、キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ25番新色はい、教えてくださった方ありがとうございます、じゃーんはい、ということでした。はい、あ、もうなんかね化粧あんまりこう動画出せてないけど、好きな方は、はい、また見てください、はいということで、今日はお化粧品の紹介でした。何かの参考になりましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。